お久しぶりです。そっか、来年は高校生か。早いな。最後に会った時はまだ小学生だったんだよね。綺麗になった。いいな、いいな。私も旅行行きたいな。早くお休み欲しいな。はあ、きっとリーダー今頃素敵な恋人と見つめ合っちゃったりしたりして。しのぶさん。はい。あ、いや、何でも。とがらんとが言ったりして。うわー、勝手にしやがれ。どうしたんだ、最近むくれっぱなしだな。くじ引きで一番最後になっちゃったんですよ、休暇が。恋人ね。リーダーに恋人っているんですかね。興味なし。おやすみ。しかし毎日こううるさいとかなわないな。もう一度あの眠らせる怪獣に取り付いてもらうか。いいですね。3人で子守歌歌おうぜ。ねえ、もっと低くね。聞こえてますけど。ここね。それじゃ。ありがとう。私反対なんてしないから。私お父さんに幸せになってほしいから。命知らずなフライトは勇気とは呼べんぞ。しかしそれがお前の取り柄でもあるな。この河野村にある二人山には古くから怨霊鬼と呼ばれる怪物が地底に封印されているという伝説があります。ところがそれは迷信だとして、ダム建設を開始したい自治体とたたりを恐れて工事を反対する住民たちとの溝は深まる一方です。とにかく用地も買収したし、そんな伝説が理由で工事をやめるわけにはいかないのです。しかし現に至るところで怪獣が出現してるんですよ。あながち迷信だと片付けるわけにいかんでしょう。とにかく我々はダム建設に反対してるわけではねえんだ。そうなんです、建設地を見直してほしいだけなんですよ。あの刀石だけはどげなことしても動かしちゃダメだ。何ですか刀石って。うん、河野村の伝説で怨霊鬼錬鬼を封じ込めていると言われている石のことだ。怨霊鬼。この村は戦国時代、敵対する2つの国の真ん中にあった。ひょんなことからその2つの国の若殿と姫が愛し合うようになってしまった。しかしやがて合戦が起こった。どちらが勝ってもお互い会うことができない。そう思った2人はお互いを。ひどい、なんかロミオとジュリエットみたい。結ばれぬまま死んでいった二人の魂は成仏できず、怨霊鬼錬鬼となって復活。二つの国はあっという間に滅ぼしてしまった。その後錦田影達という武士がやってきて怨霊鬼を倒し、二人山の山中にその怒りを封じる石を備えた。それが刀石。でも聞く限りでは単なる迷信ですけどね。うん、僕もそう思います。なんか切ない伝説ですね。竹越チーフ。お久しぶりですチーフ。おい、もうチーフじゃないぞ。これが刀石ですか。ああ、
悪かったな、迎えに行けなくて。みどりちゃんが来てくれました。そうか、みどりが。お父さん、多分結婚する。でも許してあげてね。私のお母さんはお母さんだけだからね。じゃあ今夜のうちに。ああ、綺麗さっぱりぶっ飛ばしてくれ。これでくだらない迷信からこの村も解放されるんだ。七年になるな、女房が死んでから。こちらの暮らしはもう慣れました？うん、もう四年になるもんな。だいぶ慣れたよ。みどりも結構気に入ってるみたいだし。どうした？七年とか四年とかいっぱい数字が飛び出すなと思って。そうだな、おかしいな。私は六年目です。え？厳しくて口うるさいだけだと思っていた上官が、それだけの存在じゃなくなってから6年目です。奥様の死をいつまでも引きずらないでください。この頃のチーフはどこかおかしいです。以前のチーフに早く戻ってください。お前に何がわかる。あの頃は忙しすぎて家庭を顧みることがなかった。そのために妻の病状が知らぬ間に悪化していることに気づかなかった。かなりご自分を責めてられました。君には助けられたよ、いろんな意味で。綺麗なところですね。妻がよく言ってた、緑を自分が生まれた故郷で育てたいって。空気がきれいでとっても美しい場所だって。何もしてやることができなかったから、せめてその願いだけでも叶えてやりたいと思ってな。優しいです、チーフは。優しいから切なくなります、時々。忍ぶ、よかったらここで暮らさないか。伝説の刀石もあっけないもんだな。チキショー、脅かしやがって。みどりちゃん、お父さんと話した？話したって何を？何をって。あ！キャップ、河野村にある二人山で奇妙な地震が相次いで起こっています。うん。今こちらでもそれを調べてる。キャップ、これは地震というより地下に何か。はい。巨大な生物がいると推測した方が良さそうです。コンディションレベル、イエロー。武蔵は忍と合流。はい。吹雪、土井垣はテックダイバーで出動。了解。テックダイバーはコアテックパーツの交換により海にも地底にも対応できる万能探査メカなのである。
いつを動かすのは訓練以外では初めてだ。ん？なら若葉マークつけた方がいいんじゃないの？行くぞ。確かに何かいるな。怪獣か？いや、まだそこまでは。とにかく地底に突入する。ダイバーレーザー、スタンバイ。了解。OK。 シャッ。前進。なんだ？通用しないのかもしれない。ニトリちゃん、でもお父さん死んだら私一人ぼっちになっちゃう。ニトリちゃん、お父さんだけが私のたった一人の家族なのに、そのお父さんが死んじゃった。リーダー、この子を避難所までお願い。はい。お父さんは強い人だから、絶対死んだりしないから。おい、全員避難できたぞ。確認はできません。よし、お前先行け。俺は見てくる。おい、誰かいるか。おい、
聞いたのか。ないの、自ら命を絶って。そんな人たちがどうして人を憎めるの。いつの時代だって恋をするって大変なことなの。人を愛するって簡単なことじゃないの。みんなが悩んで苦しんで、そして傷ついたりしてるの。自分の恋が成就しないからって、他の人を傷つけるなんてひどいよ。誰よりも自分に悲しいよ。みどりちゃん、大好きなお父さんを奪ったりしないよ。しのぶさん、お父さんの幸せばっかり考えて無理しないのね。思い出をありがとうございました。君の幸せはチームアイズの一員であること。リーダー、どうせ帰るならシェパードで行きましょうよ。今はそんな気分じゃないの。そんな気分って、気のない男とドライブする気分じゃないってこと。はあ、しのぶさん、これからはしのぶ姉さんって呼びなさい。わかりました、しのぶ姉さん。いつでも来てくださいね。列車が来ましたよ。Why? なぜだろう。誰かを救えるはずの力で、誰もがまた争う。処分されたコントロール不能の軍事衛星アンジェリカが宇宙の地雷となった時、綾野の前に現れた謎の青年レダ。トレジャーベースに暗雲が漂い、怒りと憎しみに燃える常年化身獣アングリラが吠える。復讐と破壊は何も生み出さない。次回、ウルトラマンコスモス星の恋人。